ナンス軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は4038人で、軍庁所在地はフラートン。ネブラスカ州のナンバープレートで、ナンス軍の車両は最初の数字が58になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ナンス軍の車両登録台数が州内の軍の中で58番目に多かったからである。 ナンス軍は1879年に組織され、ネブラスカ州知事のアルビヌスナンスにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1160平方キロメートルである。このうち1143平方キロメートルが陸地で、17平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの1.50%が、 水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ナンス軍には4038人、1577世帯及び1107家族が暮らしている。人口密度は4平方キロメートルで2平方キロメートルの平均的な密度に1787件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、 白人98.39%、先住民0.37%、アジア系0.05%、黒人と太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.45%、および本欠0.74%で1.14%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。南祖郡に住む1577世帯のうち、 32.80%は18歳未満の子供と暮らしており、60.50%は夫婦で生活している。5.60%は未婚の女性が接待種であり、29.80%は家族以外の住人と同居している。27.60%は独居で、全世帯の13.80%は65歳以上の独居老人世帯である。 一世帯あたりの平均人数は2.49人であり、家庭の場合は3.05人である。軍の住民は27.90%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が6.80%、25歳以上44歳以下が23.60%、45歳以上64歳以下が22.00%、 および65歳以上が19.70%となっている。平均年齢は40歳である。女性100人に対して男性は104.20に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は101.90に似る。軍の世帯ごとの平均収入は3万1267米ドルで、家族ごとでは3万8717米ドルである。 男性の25,349ベイドルに対して、女性は19,044ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は16,886ベイドルである。総人口の13.10%、家族の10.20%は貧困線以下である。18歳未満の子供の17.20%、 および65歳以上の9.30%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。